東京独立雑誌は、1898年に山形定三郎が持ち主、内村勘蔵が主筆になり創刊した雑誌である。一万長報の記者であった内村勘蔵は、1898年4月21日長報者の山形伊藤と共に、その兄で学会出身者の創設者、山形定三郎を訪ねて、新雑誌の発行の計画を相談した。 山形定三郎は毎月100円の援助を了承した。そして内村は4月24日に辞表を提出した。社主の黒岩悪い子は熱心に遺留したが5月4日には辞表を受け入れ円満退社をすることになった。1898年5月22日に1万、長方市場に退社の辞を掲げて退職した。6月10日より内村が主筆になり、 東京独立雑誌を創刊した。雑誌の表紙には、社会、政治、文学、科学、教育、並びに、宗教上の諸問題を正直に、自由に大胆に評論討議す。とあり、社会全般について、論じようとした雑誌である。創刊号には、大島政権が寄稿し、東京独立雑誌社からは、阿ビ子定次郎と内村の実定で、英文学者、 内村達三郎が執筆した。四段には、神原有明、小玉加害、平木白生が寄稿した。総関号から八号までは月二回、九号から七十二号までは月三回発行された。松村海石、元田作之進、田岡霊雲、山形伊藤、小前五之助らが執筆した。第十八号からは、持ち主、山形定三郎が消えて、主筆。 内村勘三になった。発行部数も二千数百部になり、経営が安定した。編集者には、坂井義三郎、佐藤名誉、西川光次郎、佐伯義郎、中村大良らが加わった。正宗白鳥森本慶三小木原六山、相馬愛蔵、井口紀元治、朝日名義介、根本増次郎、今岡慎一郎、魚住影らに愛読された。 内村の辛辣な批判派、多くの批判を招いた。高山貯牛も内村の論を苦労を決めつけて、雑誌太陽に批判文を載せた。貯牛は内村の論は極めて単調、極めて簡易であり、思想と現実が有利しており、詩人的でしかない。国家に迫害されて大成したダンテのように内村も不敬事件によって、 迫害を受けたので、明治の断手になるように書いた。それに対して、内村は、第13号で反論した。1900年4月には、宗教座談を刊行して、独立国の構想を述べている。1900年7月5日の、第72号で突如廃刊され、東京独立雑誌社は解散した。その理由は、内村が校長を兼任していた。 女子独立学校の問題が原因で、サイキラ社員と対立したことが原因であると言われる。内村は東京独立雑誌の最終号に新雑誌の広告を掲載し、1900年10月に聖書の研究を創刊した。聖書の研究は内村が1930年に死去するまで30年間刊行された。一方、内村と対立した旧社員たちは雑誌、 東京論評を創刊した。その書号には、東京独立雑誌社分裂についてという記事が付録で掲載された。ありがとうございます。